どうも、石崎です。えー、文系数稽古の第2弾ですね。サブタイトルは、SV を取っていると SV を取らなきゃ気が済まなくなってくるんですよね。それが文系取り、つまり SV 構造を取ったりする日とさよならする日なんですよね。まあ、辞書なので、まあ、助章に引き続き数稽古をちょっとやっていこうと思います。 本当に何て言うんかな。SV 構造 SV 構造取っていくと、すべての文章に SV 構造を取りたくなってしまうんですよね。文系を取りたくなるんですよね。ただし、文系を取りたくなるってことは、文系が取れるようになってきたんですよ。で、文系が取れるようになってきてある程度すると、もう文系を取らなくていいです。そうなると、あとは文章をたくさん読み込んで、頭の中で、あの、さささっと文系取れる程度でいいです。で、最終的には文系を取らなくても文系が取れてるんですよね。この領域に早く、えー、達するために、どん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 文系数稽古を 住んでくださいおいタイトルはビル・ゲイツの後継者ですねこれですねなんて発音するんですかねクレイグさんですかねクレイグ・マンディさんですかねまあ僕はあのー、音読はしませんがこれの S は何ですか スティーブ・ジョブズのあの文章に引き続き、これの S は何ですかこれの V は何ですかこれは何文系でしょうかそして追加説明部分はどこでしょうかいきますまずがあるぜよと。えー、見てほしいのは、S はクレイグ・マンディですね。この文章の。で、V は少し離れたところにあるんですよ。つまりそれまでは、えー、クレイグ・マンディに関する追加情報ですね。つまりなくてもいいんですよ。 で、えー、カギ鍵格好の部分は、はずるリリンクイッシュと。で、O はコントロールなんですよね。それだけ。つまり三分形ですね。SVO の三分形なんですよ。えー、なるほどリリンクイッシュは三分形を取る動詞かって初めてわかるんですよね、ここでね。こういうふうになら、あの、自分の中で、この、どの動詞が三分形、どの動詞が四分形っていうのを覚えていくんですよね。もう一つの V は、 と、まあ、フロミカは雑音見えますかとこれアンドがあるじゃないですかでアンド以降に「IsToRetire」ってありますよねでこれは、えー、もう一つの V なんですよつまりこういう構造 SVO&V ですねつまりアンドは何を並べてるかっていうと V を並べてるんですよね V と V 同じレベルのものを並べてる ままあそういういことですねね文系取りました、ね、熟語はどう判断するっていうお話を入っていくんですけども例えばねこの場合まあク・レイグ・マンディーさんが「トゥック・オーバー・ビル・ゲイツ・ロール」とこの場合は何て言うんだろうえっ、ー、と厳密な意味でのこの「テイク」の意味はね後ろに「オーバー」っていう前置詞を伴っているから これは、このテイクは、えー、っと、一文形ですよね。SV の第一文形ですよね。だって後ろにオーバーを持ってきてるから、前置詞の力がなきゃ、名詞、あるいは目的語を持ってこれないってことは、つまりこのテイクは第一文形ですよ。前は第三文形のテイク見ましたね。でも今回の場合は、このテイクは第一文形です。つまり SV なんですよね。文法問題を解くときは、このテイクは トゥックは一文献を導く動詞と判断してもらって構わないです。こんな問題。分子の問題ですね。クレイグ・マンディさんですけど、これを追加説明するテイクオーバー・ビル・ゲイツと。テイクオーバーっていうのは何々を継承するとか引き継ぐという意味です。つまりビル・ゲイツのロールっていうのは、モデル、ロールっていうのは役割ですね。ビル・ゲイツの役割を引き継いだクレイグ・マンディさんはイズ・ハンサムと。 はハンサムですよっていう文章ねこの時のテイクは自動詞ですね。なぜなら第一文系だから。第一文系だから自動詞ですね。で、自動詞は過去文詞になり得ないですね。したがってこれはテイキングになるんですよ。しかし、読解の時は三文型として扱った方がいいですね。っていうのはこんな感じ。クレイグ・マンディさんは took over と。これで一つの多動詞として僕たちは見るんですよ。 読解の時はねでビル・ゲイツ・ロールとクレイグ・マンディーさんはビル・ゲイツの役割をテイクオーバーした引き継いだ継承したよつまり SVO なんですよどういう時に、えー、と SV 構造を取ればいいのかどういう時に SVO 構造になるのかそれは熟語で判断する時は、えー、と熟語を判断する時は文法問題の時なのかそれはあるいは、えー、と読解問題になる時は読解問題の時なのかそれによって異なってきます ただまあ僕から言わせていただきたいのは多分ねこれからいろんな文章を読んでいくと思うんで熟語見たらそれをねあの三文形みたいな感じで一つのまとまりとして扱ってあげてください言い足りないんですと前もありましたよねクレイグ・マンディーとクレイグ,グ・マンディーさん言い足りないな説明しようってことですねマイクの マイクロソフトコーポレーションエグザキティブと。エグザキティブっていうのは経営者とかですね、経営人とか。つまり、ワンオブ・トゥマイクロソフトコーポレーションエグザキティブなんで、まあ、あの、なんていうマイクロソフト社の経営,経営管理者のトッ,プトップマネジメントの人たちですよ。のうちの一人って言ってるんですよね。でも、まだ言いたいないんですよね。その人は、 フットオーーバビルゲイツカンパニーとカンパニーにおけるビル・ゲイツの役割を継承した人。で、その人は、ハズリリンクィッシコントロールと。リリンクィッシュというのはギブアップに近い意味なんですけども、えー、手放すとか、デザインとか、やめるっていう意味です。つまり彼のコントロールに関して手放したよってこと。彼 コントロールを手放したよって意味なんですよね。じゃあ何のコントロール言いたりないって僕たちも思うじゃないですか。だから付け加えるんですよ。Of Microsoft Large Research Organization と。Microsoft の膨大なリサーチオーガナイゼーションに関するコントロールをデザイン。やめたよ。And, And は何をつなげてるんですかこの場合は V と V、動詞と動詞、同じレベルのものをいあの並べてるんですよね。 で、この時のね、i s to っていうのはどういうふうに判断すればいいですかってあるんですけど、これはもうあの文法詞に戻ってください。ただね、この場合僕はあの is2 retire でもう書き格好でもくくってあります。この場合の is は b e 動詞で、その後の to は不定詞でとか、そんな人はしゃーないんで、この場合は is2 retire でも僕がくりました。なんでこの is の後に b e 動詞が来てるかっていうのは、それはまあ b o 不定詞とかで調べてみたらいいんじゃないですか。出てきますんで。まだ言いたいない。だから from the company in 2 0 0 d 14とつまり、リタイアするんですよ。将来リタイアするんですよ。この Is2 っていうのはビルに近いですね。予定ですね。IsPlan2、i s p l a n n i n g to みたいな感じですか。まあ、クレイグ・マンディさんは、えー、コントロールを手放す。手放した。そして、2014年にカンパニーからリタイアする予定ですよってことですね。こういう感覚。 もう SV 構造と、こういうのをもう全ての文章でやっていくんですよ、最初は。で、最終的には文献を取らなくても良くなってきます。僕のまとめ。言いたりなさを後からこう、付け足していくのが英語なんですよってことですね。えー、留学中に使った、僕が留学、僕がじゃないですね。留学中に使ったフレーズ。レイダウンと。寝てって誰かに言うんですよ。This is English。英語通信講座で多分に、これが URL。そして、えー、今回の PDF。 今回のパワーポ r PDF 形式にしてあるんで、欲しい人は持っててください。あるいはね、通学通勤中に iPod なので聞ける、えー、MP3、今回喋ってる内容をね、MP3 にエンコードしてあるんで、それを、えー、ダウンロードしてください。ダウンロードするときにはパスワード必要なんで、メルマが登録後、す、え、べ、ー、てがもらえる、えー、ダウンロードを発行するんで、ダウンロードじゃないですね。えっと、パスワードを発行します。えー、僕は TOIC400 から2週間で785行って、 3ヶ月840そして半年で900行上ったのであの、まあ、大手イランニングから史上最年少でヘッドハンティングされたという講師なんですよねで僕の名前は「と申しますぜひあなたの点数を上げるお手伝いを」とか言って、まあ、広告っぽくなるんで言わないですけど、まあ、点数上げたかったらぜひ僕の音声聞いてくれればいいんじゃないかなと思いますねただあの僕とね 気質が合わなきゃダメですね僕みたいにこの喋り方は嫌いだとかそういうのは合うとですよねやっぱムカつく先生の話聞きたくないから僕自身もねだからね僕のこの喋りとかこういうなんか自信にみなぎった喋り方みたいなのがえー、まあ大丈夫だよっていう人は聞いてくれればいいと思いますそれでは、えー、次回お楽しみに